コマさんだから代表になれないとか海外行けないとか、うん、本当そんなことじゃなくて、うん、違う環境で違う監督のもと自分の実力というか、うん、もっと広げられるんじゃないかとか可能性をもっと見出せるんじゃないかっていう挑戦の意味を込めて、うん、今回移籍オファーをもらって移籍しようっていう風に考えたんで、うん、コンサがとかじゃなくて自分の気持ち的に新しい環境に身を置くってことも大事なんじゃないかなって、うん、まだ分かんないですけど行ってみないと。そうだね、はい、黄色はどうなるんだろうね。黄色は似合うから分かんないですけど、一応なんかブルベとかイエベとか、うん、あれです。俺多分イエベなんで似合う多分。いやこれあんま良くないあんま良くないこれダメ。いや柏のあれじゃない、サポーター向けの試合に喋っても別に他のオファーが来てた。いや、それは多分一番かな。それ嬉しいよね。早い段階でオファーくれるっていうのはさ、一番欲しいと思ってくれてるってことじゃん。まあまあまあ第5がさ、その今までそのビッグクラブで日本代表にも行ったりしてて、うん、俺個人的にはその高峰と大木選手は大打手能力は今現在 J で取ってたスタッフと思ってるんだけど、うん、それ第5から見てどう思う？それはやっぱいいものある。俺が練習で会いたいした時も結構いけますからね。うんうんうん、壊したりもするんですけどそこはやっぱりそのトップレベルにあると思います。いや、そうですね。自己分析でもそこはできるのかなって思うから、あとはゴール前に近いポジションに行った時に何ができるかとか、そういうのが自分に足りないなって思ったんで。ゴール前じゃなくても、やっぱその相手を見るとか、はいはいはい、味方を見るとか、はいはい、その見てサッカーするっていう部分は、はい、まあその違うサッカーの中で学べる。大谷君がね、まあ、引退したけど、近くにいてくれるとか。そういうのが一番大きいかな、うん。新しいものに吸収したいって思った時に、そういうオファーをいただいたんで。いいよ、もう説明は。もういいか。今日メンタル講座だよ。その、もっと先にサッカーをさ、やめた時のこととか考えたりする？あ、しますよ、します。あ、そう。あ、しますよ。なんかやりたいことは？やりたいこと、まあ、サッカーに携わるっていうのは、うん、今のところはあんまり考えちゃってもない。あ、そうなの？もうサッカーにこう捧げて、ちっちゃい頃捧げてきたから、他の世界も見てみたいっていうのが多少あります。なんかね、本当に正直でまっすぐな男なんで。だからその、札幌に戻ってきたいって言ってたんですけど、俺はそんなのまあ言わなくていいんじゃないと思ったけど、はい、でもこいつは正直に思ってて、本当す出ちゃったって感じじゃない。他にもそうやって言う人はいるけど、ほとんどの人は多分自分を守るために言ってたりすると思うんだよね。その批判が来るのが嫌で、でもそれっていうのは分かるから見てる人は。本家の場合はまあ本当にそういうビジョンがあるんだなとは思ったけど、まあでもそういうのは考えずに、まずは柏で、そうです、もちろんもちろん結果出して、そうです、ね、そういうのを別に見れればみんな何も文句言いないから楽しみですわ。ありがとうございます。 West West サッカーには関わらないんだ。じゃあ、いや、でもやりたいことは決めてないですけど、うん、なんか新しいことを自分でやってみたりとかしたいなみたいなのありますけど、なんか自分で新しいものっていうのなんか、俺せっかく新しいチーム行ってるから、それで結構関わる人が増えるみたいな。一人いろんな人と会って、またそのチームメイトにいろんな人紹介してもらったり、人脈を広げるっていうのが、まあ、サッカー選手のうちに一番やらないとしちゃいけないことなんですけど、一番やれることで、そうっすね、やっぱ会ってくれる人も多くて、サッカー選手とか、はいはいはい、それさえやっていけば、それやめた時に何をやりたいっていうその幅がね、広がって、これやるなら、あ、楽しみに行ってみよう。確かに。これが一番かな。だから、さっきなんか、いや、東京行かないっすって言ったけど、東京でも何でも行って、面白い人にいっぱい会ったりとか、はいはい、すごい、足重いんですよ、ね。行きますわ。すぐ練習場の近くに住んで住みたがってさ、午後も練習したがってそっから遠そうよ。何なんだろうね、ちょっとなんか危うさも俺にはさ、なんか感じられてさ、はいはい、こう丸くないし、そうそうそう、はいはいはい、それがいいとこでもあるんだけど、はいはい、みんなだから悪いと思われるところがいいところっていうのは趣味見つけたいですね。趣味、そうね、はい、趣味ないっすよ、釣りみたいな。多分トモキみたいな人には大事で、はい、俺も結構なんかサッカー終わってもサッカーのこと考えちゃう、うん、マジでそうだから釣りに行くと本当にそれがなくて、サッ
魚釣ることしか考えてない。それが結構俺にとっては本当に重要だったなと思う。それが今ないんですよ。そういうのを見つけるにもさ、人に会ったり、確かにそうですね、いろんなことやってみないと分かんない。あとはまあ、やっぱ応援する人を増やすっていう意味では、このサポーターの人だけじゃなく、はい、こうお店で会った人のように、してもらってやるようにこう話すとか、はい、さっきの通話ですみたいなさ、通話って結構、ほぼ友達みたいな感じだった焼肉食べに行ってきたんですよ。初めてのとこでもう友達だった。うん、だから、結構さ、みんな、自分の素性を隠してさ、はいはいはい、なんかそんな別に、いやみんな知らねえお前なんかみたいなやつがさ、隠したりするんだけど、うん、いやむしろ自分から言って、確かに俺もあんま言わないって言ったよ、なるほどって言ったら、やっぱ応援してくれて、うん、そのサッカー見てない人とかも、自分が関わった人が出てると、ちょっとしゃべったんで、確かに確かに、見るようになるから、それはやっぱチームのためにもなるし、自分のためにもなる。うん、元山さんとかもそうなんですよ。おお、飲み一緒に行っても、いつの間にかいなくて、まあ、カウンター行ってたり、違うお店とか入ってて、でなんかそこで仲良くなった人連れてきたりとか、ちょっとさ、すがないみたいな。確かに。シンジさんも割とそういうタイプ。シンさんもそうね。実はつながりがすごいから、本当に。ってことはやっぱ大事なんだよ。確かにそうですね。確かにそうですね。West!知ってる？トモキのプチ情報。俺結構びっくりしたんだけど、プレースタイルとかさ、普段の感じ見てたらさ、多分世間のさ、パブリック的なイメージも、オラオラ頭脳っていう感じで見てないと思う。筑波大行ってるじゃん、うん、で、筑波大、まあそのサッカーのあれで行ったのかなと思ってたら、普通に勉強でも入れるぐらい、筑波大入れるぐらいだったらしい。だって萌岩高校だ。いや、入れるぐらいではないですよ。やればできるだろって思ってただけ、俺が。なんだよ。いや、萌岩高校は普通に頭いいよ、頭いい高校。いや、そうそう、受験し入ったでしょ。はい、もちろんですけど、まあそのもし推薦で落ちても受験してすれば受かるだろうなと思ってました。あの、勉強すればする。おうおうおう、してなかったですよ。すげえ意外だった。はい、知的な部分。勉強好きだったの？いや、全然。その萌岩高校選んだらもう家から近かったから。それわかる。はい、選びました。そうですね、清田も。そうですね、清田も頭いい方だね。頭いい。まあ同じぐらいですよね。俺がいた頃より上がってるから。ああ、そうそう、いい風に見えるっていうのはあるけど、その時だけ勉強しました。わかる。あ、中学から高校行くと。わかるわかる。はい、俺もその時だけ1ヶ月塾行った。俺も塾行った。萌岩すごいよ。そんなっすよ、別にそんな。サッカー選手一覧で並べたら、J リーガー並べたら全然上位。そう、伝え。まあ、今、アホばっかりでしょ。そう。でも俺、つくばの人のなんか、つくばの中ですげえ仲いいっていうか、つくばがいいと思ってる感じは俺嫌い。ああ。いや、そんなもっと広い世界。いや、確かに確かに。それはある。でも、すげえいいとこです。うん。マジで。でもそうだ、一応教員も取りましたから。うん。まあ、なんもなかったら、でも教育実習が楽しかったっすよ。うん。めちゃくちゃ札幌来たの。いやいや、練習するためにあっちでやりましたけど。でもあれ、指導なんとかとか書くの大変。体育か。そうです、保健体育書いて書きましたね。あれなんだっけ。甘くないっす。そんなに。印象のなんか話する。そうそう、印象とか。メンタルトレーニングは。メンタルトレーニング、最初に言ったじゃん。あ、はいはいはい。気にすんなってだけ。それ以外。でもどう考えたらやむのかっていう、本当にもったいないじゃん。でも本当になんか緊張した人にさ、人間をジャガイモだと思うみたいな。あ、はい、うんうんうん。そんな感じでさ、匿名で言ってくるやつはうんちみたいな。うんうん。うんちにも失礼な。確かに。絶対想像で言ってくる。言われましたね。でもそのね、しない方がいい。本当もうやめた。ホリエモンも言ってたよ。ポロッとしてたら、もうそういうマイナスないんじゃないかな。それも何人かしてる。これもしてるか。してるかもしれない。こんなもんか。